こんばんは、藤本ひろしです。前回のラジオ動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。ということで、しゅんチャンネルさんかな？ありがとうございます。藤本さんこんばんは。あすみちゃんが登場したことで、のどか、ちゆ、ひなたの3人の魅力がぐっと引き出されたなと感じるのは自分だけでしょうか？あすみに感情の概念を教えるとき、三者三様に自分にしかできないアプローチをしていて、個性が出てて面白いなぁと思います。簡潔に言うと、優しく包み込むのどか、そっと寄り添うちゆ、ノリと元気さで突き進むひなたといったところでしょうか。あすみちゃんは新キャラなのに、既存の3人を注目させてしまう不思議な魅力を持ったキャラだと個人的に感じますとコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、いやなんかすごく丁寧な文章でとても読みやすかったんですけども、ありがとうございます。そうですね、自分も感想動画でね、自分はもうちょっと拙いというか、自分は簡潔に文章をまとめきれてないんですけども、確かに自分もこれは思っていて、そのあすみちゃんっていう新キャラクターが出てきたことで、今までいた3人の魅力がさらにこう、再発見というか、なんかより引き立ってる感じはするなぁと自分も思っています。なんかいいですよね、そのあすみちゃんっていう新キャラの、個性も引き立ちつつ、他の3人がすごくこう、なんか魅力、それぞれの魅力が引き立てるのはすごく、やっぱ物語として魅力的だなと思いますね。やっぱだから自分ね、ラジオ動画じゃなくて感想動画っていうね、別のシリーズで動画上げてるんですけど、その動画内でも言ったんですけど、自分、ちょうど今ヒーリングとプリキュアやってる時期、その追加戦士、追加プリキュアが入ってきて、その追加プリキュアがチームに馴染むまでの間、今までプリキュアだったメンバーが、そのサポートするみたいな、今やってる、ちょうど今ヒープリのね、やってるお話、あたりが自分プリキュアシリーズの中で結構好きなので、そのヒープリに限らずね、過去作なんかでも、その追加戦士が出てきた直後の、今ちょうどヒープリやってるぐらいのお話が、他のシリーズでも自分好きな傾向にあるので、なんかやっぱここら辺の話は見てていいなって思いますね。そのあすみちゃんっていうね、新キャラはもちろんすごくいいんだけど、その、ね、ひなたちゃんとか、ちゆちゃんとか、のどかちゃんとか、そういった他のメンバーたちの魅力も再発見できるし、さらにこう他のメンバーたちも成長していくみたいな今の話はめちゃくちゃ、好きですね。いいなと思います。やっぱ追加戦士ってね、なんかこう、プリキュアシリーズってね、まあ一年かけてやる作品なので、そこら辺考えればやっぱりこう、中間というか中盤にこの追加戦士が出てくるっていう、ねえ、役割、物語としての役割はすごい重要なものがあるなと思いますね。うん。まあ、かといってまあ、追加戦士がいないプリキュアダメかっていうわけではないんですけど、まあ、スマイルプリキュアなんかはね、中盤で、キャンディーがさらわれて、キャンディーっていう妖精がいるんですけど、妖精さんさらわれて、5人がさらに絆強くなってパワーアップするっていう回もあるんですけど、それはそれでね、もともといるメンバーの絆がさらに強くなる、深くなるっていう展開も見れるシリーズがあったりもするので、それはそれで好きなんですけど、まあ、追加戦士の登場はやっぱりワクワクするよなっていう、個人的な意見ですね。はい。ということで、しゅんチャンネルさん、ありがとうございました。ということで、ね、ここら辺の話はずっと話し始めると止まんなくなっちゃうので、ここら辺でやめときます。ということで、今回も始めていきましょう。第65回ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本ひろしです。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていうシリーズは、そもそも小さな女の子、男の子のためにあるシリーズ、まあ、アニメ番組なので当たり前なんですけど、そのシリーズを好きになってしまった、そのアニメ番組を好きになってしまった大人、通称大きなお友達という存在は数多くいるわけで、ただ、
自分プリキュア好きなんだぜっていうことをなかなか世間一般には話せないというのが現状でございます。なので、せめてこのラジオ動画内では皆さんの意見をオープンに語ってもらって、それを自分が紹介していく、また自分自身の意見も喋っていこう、そんな感じの趣旨で作っているラジオ番組でございます。ということで、前回のラジオ番組ラジオコーナーにいただいた、前回64回ですね、第64回にいただいた、コメントの続き読んでいきたいと思います。ということで、キュアジーニアスさん、ありがとうございます。藤本さん、お久しぶりです。ハグプリいいですよね。前回ですね、ハグとプリキュアの話をしたんですけども、それについてですね、ハグプリいいですよね。やはり、ジョージとハナ、ジョジハナには本当にドキドキさせてもらいました。自分はジョージのまたねというセリフが大好きです。作中でもハナに言っていましたが、未来に絶望しているのに心の底では未来を望んでいる感じが切なくも温かいというか、エモいところだと思います。ハグプリは15周年として王道のプリキュア像と異色なプリキュア像がうまく共存していたように感じます。まさにオンリーワンな素晴らしい作品だと個人的には思います。話は変わりますが、ここ数週間期末テストに向けて頑張っていたのでなかなかコメントできませんでしたが、藤本さんの動画は毎日見させていただきました。ラジオ動画も作業用として聞かせていただきました。ありがとうございます。今後も動画投稿頑張ってください、応援していますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ハグプリ、ジョジハナですね。プリキュアシリーズにおいて数あるカップリングの中でも人気が高く、そしてその反面危ういというか危険な一面も持っているカップリングだなと思いますね。ハグプリのラスボス、ジョージ・クライと主人公の野々花ちゃんのカップリングですね。非常に魅力的な分、ちょっと危険性もはらんでいるというね、カップリングですけど、自分も好きですね。ジョジハナはね、やっぱこう物語の中でそこまで多くは語られなかったっていうのが、逆にね、その二次創作意欲かき立てられるというか、いろいろ妄想は膨らみますよね。非常に魅力的なカップリングだと思いますね。うん、すいません、ちょっと暑いんで扇風機つけますね。はい、扇風機つけました。ちょっとうるさくなったらごめんなさい。ということで、はい、あとキュアジュニアさんも言ってる通りね、ハグプリは15周年作品ということでですね、王道のプリキュア像と異色なプリキュア像がうまく共存していたように感じますということで、本当にね、それはそう思いますね。前回も言いましたけど、ハグとプリキュアって結構前半と後半でカラーがガラッと変わる作品でもあるんですけど、そのプリキュアシリーズの中でも特にいい意味でも悪い意味でも賛否両論という言葉がよく似合う作品だなと自分は思いますね。で、まあでもその賛否両論あるっていう作品がね、今までプリキュアシリーズってあまりなかったんですよ。その本当にこう名作と呼ばれる作品だらけではあるんですけど、その賛否がこう極端にこう 50-50 というか、賛否両論あるなっていう作品はそこまでなかったんですけど、でもハグとプリキュアはね、好きだっていう人はめちゃくちゃいる反面、っていう人も一定数いるんですよ。それが別に悪いことじゃなくて、それは自分なんかすごくこうプリキュアシリーズ、その歴史あるプリキュア界隈においてすごくこういい、なんて言うんだろうな、新たなエッセンスといえばちょっと変なんですけど、そういうこうチャレンジなストーリー構成演出をしてくれた、そのプリキュアシリーズを作ってくれたスタッフがすごいなというか、そのハグとプリキュアっていうシリーズ作品がすごいなと、まさにその15周年にふさわしいというか、そういう作品だなと個人的には思いますね。ハグとプリキュアいいですよね。ぜひ見たことない方は見てもらえたら嬉しいかなと思いますね。まあでもハグとプリキュア初見で見るよりは、なんか他のシリーズ何作品か見た後にハグとプリキュア見るとよりその異色さがわかるのかななんて思ったりもしますね。はい、ということで、キュアジーニアさん、ありがとうございました。ということで、次のコメントです。中井さんを愛する海さん、ありがとうございます。藤本さん、こんばんは。あすみさんとラテ様の変身シーンいいですよね。これも前回の話ですね。私はあすみさんは髪を縛っている時より下ろしている時の方が好きなので、変身シーンはめっちゃ嬉しいです。
歴代いろいろな変身シーンがありますが、個人的にシリーズを通して好きなのが555なんです。変身している時の後ろのキラキラなやつがすごく綺麗で、名乗りまで一度も目を開けないっていうのにこだわりを感じますとコメントいただきました。ありがとうございます。ああ、555ってずっと目閉じたままなんでしたっけ？でしたっけ？あ、ちょっと確認しよう。後からありがとうございます。ちょっと555熱に今の瞬間目覚めた気がする。555いいですよね。いいですよね。自分も好きです。555はね、本当に変身バンク素晴らしいですよね。そのもともと5って2年続いた作品っていうのもあるんですけど、やっぱ1年目のバンクも素晴らしいんですけど、その555、2年目の変身バンクってそのブラッシュアップされたというかね、1年目の素晴らしい変身バンクをさらにこうパワーアップさせた感があって、555めちゃくちゃ好きで、いいですよね555。なんか神々しいと言ったらなんかあれですけど、本当にね、変身バンク、まあ555に限らずですけど、プリキュアのね花というか、やっぱ変身バンクはやっぱああいうプリキュアはじめ魔法少女系、まあ正式名称というかギネスブック的にはマジカル戦士らしいですけど、魔法少女系のアニメにおいてやっぱ変身バンクっていうのはなくてはならない存在、花形ですよね。なんかどの作品も素晴らしいなと思いますね。変身バンクこそね、なんかシリーズごとのなんかこう色が出るというか、なんかそこら辺見てて楽しいななんて思ったりもしますけどね。スターティングでプリキュアとかは歌ったりしてましたし、長かったり短かったり、いろんなシリーズによっていろいろ特徴はありますけども、いいですよね。なんか作品によってはめちゃくちゃヌルヌル動く変身バンクがあったりとか、そんなにヌルヌル動かないんだけどすごい見応えがある変身バンクだったりとか、いろいろね特色があって面白いですよね。動くといえばキュアサンシャインですかね、個人的には。ハートキャッチプリキュアのキュアサンシャインの変身バンクは未だに自分の脳裏に焼き付いてるんですけど、一番ヌードルしてるんじゃないかな、歴代のプリキュアの中でも、っていうぐらい作画枚数がやばいと有名な変身バンクなんですけど、キュアサンシャイン。あとまあ逆にそんなにヌルヌル動かないけどいいよねっていうのが、個人的にはキュアセレーネなんですよね。スターティンクルプリキュアの、まあキュアセレーネもまあヌルヌル動くっちゃ動くんだけど、まあ、他のそのいわゆるめちゃくちゃヌルヌル動くぜっていう変身バンクと比べると、そこまで動きはないんだけど、要所要所がすごく細かく動いて、キュアセレーネはめっちゃいいなと個人的には思ったりしますね。まあそれこそ今のねキュアアースの変身シーンもいいですよね。やっぱ板岡バンクいいですよね。キュアアースのね変身バンクを担当した作画した方が板岡錦さんっていうプリキュア界隈では有名な作画監督さんなんですけども、他にはねキュアジェラートとか、あとキュアミルキーとか、いろいろね過去作のプリキュアの変身バンクも担当されてたりするんですけども、やっぱ板岡錦さんの変身バンクはね、なんて言うんだろうね、こうフェチを感じるといえば、なんかちょっと言い方が悪いような気もするんだけど、でもなんかそういうのがあるんだよね。エロまではいかないんですけど、そのエロなんて言うんだろうな、その男のこう心にグッとくる、エロまでいかないけど、まあ今、まあ、フェチって言葉が多分一番似合うっていうのも変だな、なんかこう個人的には適切なのかなって思ったりするけど、要所要所のねカットが結構ね、こう男の子心にグッとくる演出が多いなと思うんですよね。いい意味でね、別にこれ悪い意味で全然言ってないんですけど、すごくいいなと思いますね。キュアアースの変身バンクちょっと改めて見たくなってきましたね。 YouTube でこの間上がったので見ようと思います。あと555ね、555の変身バンク、この後このラジオ動画の収録が終わったら速攻で見に行きます。はい、ということで、中井さんを愛せる海さん、ありがとうございました。藤本博の動画、はい、ということで次のコメント読んでいきます。たおやかな調べさん、ありがとうございます。藤本さんこんばんは、コメントはお久しぶりですね。最近は藤本さんのパワープロ実況にハマっています。ありがとうございます。
野球やパープルの知識は乏しいですが、プリキュアが野球をしている姿を見るだけで結構楽しいです。かなでさんもかなり活躍していて嬉しかったですし、最近は気分屋のユニが気になっています。卒業までどのぐらい成長するか楽しみです。感想動画、プリキュアカレー、ラジオ動画含めてこれからも藤本さんの動画を楽しみにしていますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、まあ自分今のところ毎日投稿してるんですけども、まあ別に義務感に駆られてやってるわけではないんですけど、なんとなく毎日投稿してるんですけど、まあこうやって週1回ラジオ動画を投稿してますけど、ラジオ動画の他にね、土曜日にプリキュアカレーっていう動画を投稿したりとか、あとプリキュアのね感想動画っていうのを日曜日の夜に上げてたりとか、結構シリーズもの多いんですけども、その中で今1週間の毎日投稿の中で大概のなんか日程を占めちゃってる動画がパワープロ実況動画ってやつなんですけど、まあ本来プリキュアとは関係ないものなんですけど、てかまあ前回もこの話したんですけどね、パワープロっていう野球ゲームとプリキュアちょっと紐付けてやってる話なんですけど、面白くてね、本当に面白くてなかなかね、パワープロ多分興味ない人もいるから他の話題の動画とか作ってね、そっち上げようかなとは思うんですけど、なんかもう暇あればパワープロばっかやっちゃって、そっちばっかやっちゃってるんですよね、本当に。なんかパワープロも興味ない方いたら申し訳ないなと思うんですけどなんかね楽しくてどんどんやっちゃってます。はい、ということで、おそらくねこのラジオ動画上がってる頃にはもう上がってると思うんですけど、パワープロ実況動画ってね、毎年その高校野球のゲームなんですけど、その毎年4月になると新入部員が入ってくるんですよね。でその新入部員の名前とか顔のキャラメイク自由に設定できるので、毎回自分で決めてたんですけど、それだとつまんないなって思ったので、皆さんからのもうちょっとプリキュアの名前募集しようかなと思ってますので、その動画ね、多分今週の火曜日に上がってると思いますので、そちらの動画のねコメント欄にプリキュアドラフト会議と銘打って今募集してますので、今後自分のパワープロ実況に出てほしいプリキュアなんかいましたら、そちらの方の火曜日に投稿した方の動画にコメントしていただければ、まあ来年の新入生プリキュアの名前そこから選びたいと思ってますので、よろしくお願いします。詳しくはそちらの動画の方でということで、よろしくお願いしますということで、はい、まあラジオ動画だけではなくプリキュアのねカレー動画とか感想動画とかパープル実況動画とか、あとまあ今週 1,2 回になりましたけど雑談動画とか、なんかプリキュアの新しい情報入ってきたら興味があれば紹介してるそちらの動画なんかもちょっと見ていただければ嬉しいかなと思いますので、そちらの方も何卒よろしくお願い申し上げますということで、たやかな調べさんありがとうございましたということで、まあ時間的に最後かな。ココイロさんありがとうございます。藤本さんこんばんは、お疲れ様です。金平チャンネルさんの意見に僕も納得です。前回ですねキュアアースの変身シーンについてのお話でしたけども、変身シーンはあくまで視聴者を楽しませるためにあるのであって、実際はそんなに長い変身ではないのではということですね。すごく納得です。話は変わりますが、最近オールスター映画をいくつか見返したのですが、やっぱりいいですね。僕はもちろん戦闘シーンも好きなのですが、それよりも期待してしまうことがあります。それはプリキュア同士の絡みです。初対面のプリキュアがどのように仲良くなっていくかなど、戦闘シーンよりもそちらを期待しちゃいます。藤本さんはそれについてどう思いますかということで、はい、そうですね、オールスター作品のまあ一番の見どころと言ってもいいんじゃないかなと個人的には思ってますけど、いいですよね。やっぱこう他作品のプリキュア同士の会話とか絡みはいいですよね。そこら辺見るんだったらやっぱデラックスシリーズが一番いいのかなって思ったりしますけど、プリキュアオールスターズデラックスっていうシリーズ3部作あるんですけど、そのあたりはねプリキュアの数がまだ少ないからね、絡むシーンが多くて楽しいんですよね。最近のねプリキュアシリーズになるとやっぱこう人数が多くなっちゃったからね、なかなかこうそこら辺まとめるのが大変なので、プリキュア同士が絡むシーンって結構必要最低限なんですよね。まあそこら辺もあってね、最近過去3作品分っていうオールスター系の映画に変わりましたけど、やっぱそこら辺考えればデラックスシリーズが一番見やすいのかなって思ったりします。その絡みっていうところを着眼点にするのであればですけど、
初代のね、そのデラックス1なんかは、まあ、フレッシュプリキュアまでなので、まあ、それこそね、話すシーンみたいなのがたくさんあったりとか、あとデラックス2なんかはね、戦いが始まる前にその遊園地みたいな場所で遊ぶんですけど、そこら辺はすごく楽しいんですよね。フレッシュプリキュアのみんなとハートキャッチプリキュアのみんながお話ししたりとか、そのスプラッシュスターのね、サキちゃんとね、なんかこうフレッシュプリキュアのラブちゃんが仲良さそうにしてるみたいなシーンがあったりとか、すごくそこら辺は楽しいんですよね。うん、それ以降のね、ニューステージシリーズとか、まあ、それ以降の、 単発のオールスターシリーズになっていくと、やっぱりこう人数増えてくるんで、プリキュア同士の何気ない楽しい絡みっていうのはちょっと減ってきちゃってるんですよね。まあ他にも魅力あるシーンはたくさんあるんですけど、そのプリキュア同士の何気ない絡みみたいなのを重視するのであれば、やっぱ最初の方とかがいいのかななんて思ったりしますね。まあでも最近のオールスターは、でもそういう意味ではね、さっきも言った通り過去3作品分なので、まあいいのかななんて思ったりするけど、まあ来月公開のね、ミラクルリープはどうなるのかという感じですけど、ミラクルリープもね、早く見たいねなんかそういうお話に落ち着くんですけど、なんかミラクルリープ楽しみっすね。どんな感じになるんでしょうね。でもやっぱリープものだからな、どうなるんだろうな。時間のリープってどうなるんだろう。記憶の概念も消えるのかな。そのリープしてることにすら気づいてないみたいな感じなのかな。で、主人公だけが気づいてるみたいな、そんな感じのパターンなのか、全員が記憶を引き継いだままリープするのか分かんないけど、やっぱリープものってでも楽しいですよね。ありきたりな SF 設定ではありますけど、やっぱ楽しいなとは思いますね。どんな感じになるのか非常に楽しみですね、ミラクルリープ。うん、オールスター作品もね、いいですよね。映画ぜひね、見たことない方はオールスター作品見てほしいなと思います。まあ、過去作のプリキュア知らなくても、そのオールスター作品見るのは全然ありだと自分は思いますよ。自分ね、結構昔からというか過去のラジオ動画でも言ってるんですけど、自分プリキュアにハマったきっかけが、もともとそのスマイルプリキュアっていうその作品ではあったんですけど、それより前にその最近のプリキュアってこんな感じになってるんだっていう事情をざっくり初めて知ったのがニコニコ動画で、当時、まあ、本当は著作権的にダメなんですけど、プリキュアオールスターズデラックス3っていうのがあるんですけど、自分見てた当時、そのプリキュアにハマった時は一番最新作のオールスター作品がプリキュアオールスターズデラックス3だったんですけど、そのデラックス3のプリキュア同士の絡みまとめみたいなシーンがニコニコ動画で上がってて、そのシーンを見て、ああ最近のプリキュアこんな感じになってんだって知って、そっからスマプリ見たんですよね。でそこでスマプリでハマったって感じだったんで、だから厳密に言うと自分プリキュアにハマったきっかけってスマプリではあるんですけど、もっと厳密に言うとデラックス3なんですよね、オールスターの。だからそういう意味でもオールスター作品ってすごくこうプリキュア好きになるとっかかりとしてはすごくいいのかなって思ったりしますね。うん、ぜひ見たことない方は、あと過去作知らないなっていう方もね、過去作のプリキュア気になるんだけど一作品一作品見るのめんどくさいなって方は、昔のオールスター作品なんか見るのもありかななんて思ったりします。手っ取り早くにキャラクター性が知れるのでいいなとは思いますね。うん、おすすめです。はい、ということで、ココイロさんありがとうございました。藤本博史の動画、はい、ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。終わりたいと思います。ミラクルリープ楽しみですね。先ほども言いましたけども、映画ね、うん、無事に公開されることを祈っております。あとね、ハグッとプリキュアじゃないや、ヒーリングとプリキュア、ヒープリのね単独映画になるのか、はたまたまたオールスター作品なのかは分からないですけど、ミラクルリープの次の作品の映画もね、もう、公開決定してますので、まあ日時はまだ明らかになってませんけどね、どんな感じになるのかそこら辺も含めて非常に楽しみですね。うん、今回ラジオ動画、たくさんコメントいつも通りいただいております。ありがとうございます。たくさんコメントいただいているんですけども、すべては紹介できておりません。申し訳ない。ただ、すべてはすべてコメント目通させていただいておりますので、
ぜひ次回もコメントしていただければなと思います。はい、ということでじゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。このラジオ動画ですね、毎週木曜日の夜8時、20時に投稿しております。投稿しているのは木曜日なんですけども、この動画収録しているのは2日前の火曜日になってますので、できればコメントはまあ火曜日の夕方くらいまでにコメントいただければ紹介できる確率アップするかなと思いますので、できればコメントは火曜日までによろしくお願い申し上げますということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。はい、ということでヒーリングとブリキュア盛り上がっておりますね。キュアアースアスミちゃんが増えたことで、まあ一番最初に紹介もしましたけども、やっぱこうアスミちゃんが出てきたことで他の3人がこう際立ってね、改めて魅力を再確認できるというすごくいい機会だなと思いますね。はい、ということでじゃあそんな感じで終わりたいと思います。ということで今週もご視聴というかご清聴ありがとうございました。また来週木曜日のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画の相手は藤本博史でした。ではでは。